ボール、中野、前に来た加藤、前を向く、シュート、広島先制。はい、この中野のボールからですよね、うまくインサイドで残しながらターンして、少し最後このタッチで左のアウトで少しずらしましたね。シルーカス入れたわれ、縦に送って、さあ浅野が抜けていこうというところですが、ルカ分配したい浅野、浅野が前に入る、プレッティエータが左足のシュート、決まった、札幌追加点、浅野の今シーズン11号。ここですね、はい、完全に入れ替わる形で、まあ、後追いもカバーもあって難しい状況でしたけど、本当に素晴らしいコース取り、まあ、イメージ通りじゃないですかね。ボールはねちょっと足元に入ってるんで強いボール蹴りづらいかな、原だから。そして横山クロスボール、富樫だ、一人少ない状況で同点に追いついてる。ね、このクロスからの富樫選手のヘディング、ここも1本目早かったですし、ここ前でねこのセッタータイミング、そしてこの エドゥアルドからさ裏を取っていく、ちょっと長いか、残すか、エウベルのアンデルソンのパス、エウベル残す、まあ、ロペスもしっかりこう面を作ってシュートですけども、まあ、F マリノスが少しこうマイナスのクロスってところが非常に今シーズン多い中で、まあ、いい出ませんでした。カット中野でした。ワンツー満田だ、素晴らしい連携、広島勝ち越し。まあ、キーパーの位置もしっかり目線の中に入れながら、まあ、フォアもあるしニアもあるしっていう選択だったと思いますけども、